今日は3月7日金曜日です。18時になりました。御殿町にいみチャンネルの時間です。今日もよろしくお願いいたします。今日も素敵なゲストが、お見えになっております。蓬莱ジェニーさん、はい、今にいみで英会話の先生をされております。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。先生もうちょっと声を大きくして、はい、はい、OK。後ほど、蓬莱ジェニーさんにはいろいろお話を聞いていきたいと思うんですけど、いつものように、今週あったちょっとニュースということで新見の話題の方を私の方からお伝えいたしておきます。ここで終わったところなんですが、新見ではおひな祭りが、はい、先週からありました。はいはい、この後ろにずっとねポスターを飾ってたんですが、2月の27日から3月3日の月曜日までおひな祭り週ということでやってまいりましたけども、特にこの前の3月1日2日の土曜日曜がイベントがいろいろたくさんありましてね、多くの方がこの新見の御殿町に来ていただきました。賑やかになりましたね。そうです、うん、でちょっと写真を何枚か撮ってるのをお見せしますけど、これ日曜日なんですけど、勝丸醤油さんの前ですね、こんなに人が歩いてます。この近くですね。はい、で中央銀座商店街も非常に多くの人でにぎわいました。でお店の前の松原通りにもね、人が結構歩かれてて、で御殿町センターの前では、夢市場、商工会議所の青年部の方がテントを出して屋台をして、いろいろと新見のグルメを来場者に食べていただいてたんですけど、こちらの方も非常に賑わいました。うちのお店の方も非常にねたくさんの、はい、人に来ていただいて、嬉しい悲鳴でしたけど、うん、もう日曜日なんかはもうてんてこまいですよね。そうですね、はい、お待たせしてしまったお客様には本当に申し訳ないぐらいの来ていただきましたね。もう土曜日曜は本当にこの街に、今まで商店街の方もこんなに新見に人が歩いてるの見たことがないというぐらい、たくさんの方が、まあ、市内も市外もね、ありがたいことですね。来ていただいて、はい、うん、すごい賑わいでしたが、うん、おひな祭りが終わると今日なんかももうちょっと新見の祭りの静かになってしまったんで、こういうね、それも悪いことではないですね。静かさもいいですね。この後、まあ、こういうふうにね、なんかイベントの時に大いににぎわうというのもいいことかなと思います。ということで、新見の話題でした。で、今日はね、カメラもう一台立ててるんですけど、うちのスタジオはちょっと横から見るとこんなふうになってます。今、こちらの、大池邸の内蔵なんですが、こちらの方で、放送の方を送り出します。では、30分、皆さんゆっくりお付き合いください。はい。で、改めて、蓬莱ジェニーさん、ジェニー先生とお呼びするんですけど、この前、いつだったかな、先週の金曜日ですね、ちょうど1週間前に、先生が、うちのお店のすぐ近く共生高校という高校で英語の授業をされているのをちょっと私の方でお邪魔して、はい、授業風景をちょっとビデオカメラでね撮ってきましたので、先生がどういうふうに授業をしているのかというのを見ながら、まずジェニー先生のご紹介のしていきたいと思います。はい、うちの店からずっと坂を上がっていったところにある、岡山県共生高等学校、こちら2年1組ですよね、先生ね。2年1組です、はい、野球部が多い組ですね。はい、男性、男の子いっぱいでしたね。男の子、女の子がなんか女の子もいますよ、バレー部。バレー部の子と、ね、はい、2人か3人しか、3人ぐらいでしたっけ。3人ぐらいです、ね、マネージャーさんと、うん、運動部のこと、うん、そうそう、ほとんど男性でした ね、 ね、なんかパワーを感じる趣味ですね、うん、男の子のなんか高校生の匂いがムンムンしてる若いオスの匂いがもうでもみんな元気な、元気がいいんだけど、なんか礼儀正しいですよ ね、 やっぱりね、礼儀正しいですし、一生懸命頑張ってくれるのが2年1組のところが大好きです、うん、英語が得意ではない子でもやってくれるのが心から感謝していること、うん、この日はなんか食べ物の単語をなんかいろいろ貼り付けてね、はい、先生が授業されてました、はい、改めて、まあ、外から見るとこういうとこなんですけど、なんか学校の方もねなんか綺麗に片付いてて、なんか居心地のいい学校だなというふうに、
お邪魔しました、うん、でこの日はなんかいろいろ先生教室の前にペタペタとなんか貼り付けてました、ね、それがいつも私のやり方はできるだけ生徒さんもあの動くように、うん、あの脳は使わないといけないでしょう勉強にですけれども、うん、人間も体がついてるから、うん、体が動くと脳も発達するから、うん、あのできるだけ生徒さんも動きがある授業がしたいですね、はい、本当ね真面目ないよみんな真面目で一生懸命先生の話を聞いて、うん、なんか怠けてる子が全然いなかったから、うん、もういいクラスだな。その日はあのいつも見えるマクドナルドのビッグマックのカロリー数とか、はい、スターバックスのケルメルマキアロのカロリー数とかね、その一つを飲むと何分走ったらそのカロリーが体から出ていく、そのようなポスターでしたから興味津々でしたね。ね、あ、20分走っても消えませんねというちょっとリアルな勉強、自分の人生に使えるかなと思って。だから単にその英語を教えるんじゃなくって、その話題の中に何か興味があるようなことを先生の方で提示をされて、そこで英語を覚えていくっていうような。まあ、できたらね、自分の人生に実際に使える、あの内容が残ればいいなと思ってますけどね。英語はそれほど使わないかもしれません、将来に使う人もいますけど、あのね、その内容は自分のためになったら嬉しいことですね。だからちょっと違うんよ、うん、もう言ってびっくりしたけど、だからあの発音とかその英語をなんか読んで教えるだけかなと思ったら、先生がやってるアプローチの仕方が違うから何やってるんだろうなと思って見て授業のほとんどが授業が始まる前にの時間ですね。で授業が始まったらもう生徒さんが努力する、私の努力はほとんど終わってるはずですね、授業ということはね、と私の考え方です、ね、でもそれに生徒がちゃんとついて先生に答えて準備をしたりいろいろやってるのが本当素直ないい子たちだなと思って、うんうん、そうなんですよ、いい子です、うん、もう疲れてるなのにいつも練習で一生懸命疲れてるなのに頑張ってくれるのがもう褒めるところですね、はい、でそれはあの共生高校の生徒さんたちだったんですけど、共生高校だけじゃなくて先生いろいろ新見では行かれてるんですよね。そうですね、いろいろあちらこちらで行ってます、はい、新見大学にも行ってます。大学の方も、ね、はい、であの会社にでも教えてることあるし、うちで個人でもレッスンされてるし、うん、そうそうね、あちらこちらです。まあ新見でもこんな方がいるっていうのもまた新見の一つの強みかなと思うんですけど。で先生はもう新見に進まれて長いですね。二十数年。長い、とても長いですよ。うん、あの何年か前に台風と一緒に飛行してきて、うん、びしょ濡れになって、何年か前じゃないじゃないですか、まあまあまあ長い間新見に住んでます、うん、ね、飽きないですね。で日本に来られてももう三十何年と聞きましたので、うんうん、もうあんまり言うとね、あの、うん、レディにお年がバレるからダメなんですけど、うん、そういう意味ではもう日本での生活がすごい長くて、で、うん、もうこちらであの子供さんも生まれて、新見で子育てもされて、あの新見に来る前に12年間東京に住んで、はい、東京の良さも感じて楽しかったですが、家族育ちのためにはもう新見の方が圧倒的にいいところですね。安全に子供が外に遊べるし、あの自然と触れ合うことができるし、はい、東京だったらもうあら遊ぶ場所がないですね。で住むところも私たちは東京で小さなアパートでしたよ、2人だけ、結婚して2人だけで、でその同じ小さいアパート、本当に6畳3畳のアパートに4人家族も住んでましたよ、隣さん、あ4人もそこで、まあ、ね、日本って本当にうさぎ小屋みたいなところに住んでるんだなと、アメリカ人の人からしたら思ったんでしょうね。でも新見は違いますね、新見はもうちょっと広い場所があって、あ、それいいことですよ、田舎の一つの大好きなところは住める場所があるからね、あの、うん、まあ、ご説明しましたけど、うん、この番組の趣旨は、新見に住んでる人がこういう人が住んでるよ、また新見っていうのはこういうところだよっていうのを、その新見を知らない、うん、あの市外の人にね、うん、発信していこうという趣旨でやってるんですけど、そういう意味ではその
アメリカから日本に来て、うん、国際結婚して、うん、日本人の男性と一緒になられて、うん、で東京も生活し、新居でも生活し、主婦もされて、でその新居ってこういうとこだよっていうのを、うん、先生の口からやっぱりあのこのカメラの前の人にね、うん、語っていただくというのは非常にそのあの日本の人も東京の人に住んでる人も、うん、あ、新居ってそんなとこかって分かってもらえる、うん、ことだと思って非常に今回は僕に いいゲストだなと思ってるんですけど、やっぱりどこの国でもね、世界中どこの国でも自分の国の良さをしてる人が、あの、うん、まあ、自分の国の良さを理解してない人たちもいますけれども、うん、その良さが自然にすごく感じると思いますね、うん、で日本 あの自然が、まあ、様々あるでしょうけど、新見はね楽しいです。私自然大好きで、サギが目の前に見えるし、ね、うちの庭にあのイタチが来ましたよ、はい、でそのイタチはもう5分ゆっくり走ってる、あちこち走ってるのが見えて豊かにな気持ちになってね、もう金持ちができない経験で、もう一つは生地、はい、うちの近所にも生地が来ましたよ。で一つの生地だけじゃなしに、あのエメラルドグリーンの本当にグリーンの生地がいて、でもう一つがあの青ブルーのすごい綺麗な生地で、その変な声、そのカーカーのうるさい声、声と物が合わない、これを楽しさがね耳で感じられることですね。だからそれはすごくいいところであると思いますね、まあ、東京にも12年生活されて、まあ、日本の東京というところのも良さも分かった上で、うん、また新見に来て、あ、新見は新見でまたいいところだなというふうにお感じになられたという、うん、ね、はい、新見は車の生活も楽しめますね、うん、東京は私たち車がなかったし、歩くばっかり、階段があったり階段があったり、冷たいホームで立ったり、で新見には暖かい車の中に座って、うん、色ができるのもすごくいいなと思う。先生の行動範囲というのはどの辺なんですか？まあ、あの大学行ったり高校行ったり、うん、授業を教えられてるだけじゃなくて、うん、結構いろいろじゃあ遠出されたりするんですか？そうですね、おじいさんもあの車運転することが大好きだったんで、もう あの、あちこちであの田舎の道を楽しみながら、うん、いい風景が見えますよ、とても、うん、先生からして、うん、じゃあ新見であのここは行ってほしいとか、成田はふるさと村が近くにありますね。何は新見市街になりますけども、まあわかるけど新見から20分しかかからないところで、あのすごいところですよ、1年間に1万以上のお客さんが来るらしいけど、もう歴史はとても素晴らしい建物が残ってます。新見の中では、うーん、私はね、イクレドマキド美しいと思ってます。牧堂がこの3月1日に中にあの照明をね LED に変えてまた綺麗になったんですよ、うんね、僕も行ってみたいなと思うんですけど、ね、そうそう、ニュースで見ました、すごい、ね、行ってみたいです ね、今牧堂がすごい人気なんですよらしいですね、自分は、私は牧堂とイクレドは行ったことあります、楽しんだことがありますけども、その毎日の新見の生活は何だというと、そこの歩く道はどこに行くかなというアドベンチャーが毎日ありますよ。でその細い道どこに行くかなと思って犬と一緒にちょっとたどっていくと結構面白いですよ。山の中に、あ、このものがあるね、昔の新見に住んでる人たちはこのようなものを作りましたねという、すごい面白いところですね。僕もあの先生の犬の散歩コースはこっちと、うん、あのこっち側とお聞きしたから違うんですけど、あの不能川八幡宮の裏の辺のね、うん、あの川沿いの道なんかすごい好きなんですよ、円獣屋さんのとことか ね、すごい、もうあの街のすぐ裏側にすごい田舎の風景がすぐ見れるじゃないですか、懐かしい風景が、うん、なんかね、あの街もあれば田舎もあれば、うん、それが混在してる意味はね、ちょっと歩けば、ね、いろんな風景があるんで、ね、でそれも東京で、私はアメリカでは牧場育ちですから、はい、もう馬もあの当然もう毎日、もう放課後毎日でしたね、高校の時は。だからもうそれが
東京に住んだ時は子供ペットは猫でも犬でも許されていなかったですね、やっぱりね、はい、それも田舎の耳に帰って、耳に来て一つの楽しみです。そので犬の散歩をすると自然に人が声をかけてくれて、はい、自然に友達になっていく、それもすごくいいですね。来週の放送では新見世間遺産というのをね、今度取り上げるんですけど、この町歩き、御殿町の町歩きガイドをされている方が今までやってたのは、江戸時代、明治時代、古いものなんですけど、ちょっと前、昭和ですね、今平成ですけど、昭和を今度に光を当てて世間遺産といって、ちょっと懐かしいものをまた新しいマップにして、そういうのを紹介しようという試みがあるので、来週はそれをやってる方にゲストに来ていただいて、で先生の散歩コースに近いところをまたカメラを持って、で紹介するようなことをするんですけど、本当に新見って、江戸時代、明治時代、大正時代、昭和時代っていろいろなものが残ってるんで、新しいものもある、ね、小学校、市政小学校の新しい建物はすごいですね、近代的で ね、で一中の中学校もその工事中息子がそこにいましたね、その古いものから新しいものの変化が見えて、もう素晴らしいものも作ってますね、新見市は。いろいろありますね、まあ、そういう新見ってこんなにいいとこだよというふうに言ってくださるのが、それがこういうね、アメリカから来られた方に言っていただくというのは本当に幸せなことかなと思うんですけど、私東京に住んだ時は毎年ほら正月に主人と一緒に新見に帰ってくるけれども、その時でもすごい覚えてるのが、新見に帰ってきてホームで電車から降りて空気の良さ、松の香りがすごいんですよ、ホーム電池を降りて、このところすごく空気がいいですねと思って、当時でも思いましたから、食べ物もね、さっきもちょっと放送前に話してたんですけど、最近外国から輸入されてくるものは遺伝子の組み換えだったり自然じゃないものが多いけど、ここにいたらね、新見にいたら安全なものを食べれるしという話したんですけど、空気もいいし水もきれいだし、なんかそこで育つ食べ物さえ食べてたら本当健康でいられますもんね、病気もならないし、だからこういうところに本当にね、日本人は住むべきだろうなと僕は思うんですけど、人間はね、田舎に住んでる人間は基本に戻ってると思いますね、だから人のとの付き合いも何と言いますかね、深いんです、ね、だからそれも好きですね。東京は友達はいましたよ、友達もいますけれども、なんとなくシンプルで喜べるのがいいことであると思いますね。逆にその遊びに行くようなところがないので、そう感じない。新見はだからそのお茶にしてもお花にしても音楽にしてもピアノにしても、なんかその趣味を持ってなんかその一芸にすごいのめり込んでっていうか、やってる方多いですよね。だからそれがまたすごいなと思うし、そう結構上手な方々がいますね、新見にね。だから趣味をきっちりされてる方が多いんで、今うちのね、奥のギャラリーでも、ドールと小物店っていうのをやってますけど、本当になんかいろいろものを作ったりとかいう方もいらっしゃるし、本当ね、多種多彩にいろんなことをされてる方が多いんで、自分の時間を上手に生かすのが秘密ですね、逆にこれが都会にいたらできないですね、いろいろいろんな誘惑があって忙しくしてて、時間もあるし、なんか一つ自分の興味持ったことに打ち込めるしっていうのも、時間の流れ方が違いますよ ね、 違いますね。私 の、 英語のクラスに来てる一人が、自分の高校時代に先生が言ったのが、人生を楽しく過ごしたかったら趣味は3つ入り込んでくださいと言った。趣味は3つ、はい、3つ盛り上がってくださいと言ったんですね、はい、で、あ、なんかで
すごいそれで感じたのは、あの高校の先生素晴らしい、ね、うん、あのようなことを教えましょう生徒さんにね、うん、実際に将来に自分の役に立つ考え方、うん、その先生がペロッと言って、その生徒さんが何十年も前に聞いて、今自分の人生で生かせてます、うん、でその趣味はもう三井本人が選んで、そのアートに行ってます、うん、この耳で、うん、でもう楽しいと言ってますから、やはりそのような考え方も重要なことですね。そうですね、いろんなことをやるのもあれだろうけど、時間の使い方をやっぱり考えないといけないですよ ね、うんうん、ね、なんか流行に流されて、なんか踊らされて生きてるよりは、うん、ね、もう自然の中でゆったりと、うん、そう、やっぱり人間の考え方もいろいろ変わってきたと思うんですけどね、ああいうあの東日本の震災があったり、原発の事故の問題があったり、もう一回自然とはどういうことかとか、人生とはどういうことかとかいうのを日本人も考え直すような機会になっていると思うし、人生一回しかないからね、うん、で最近ちょっと年齢になってるから、はいはい、すごく強く感じてるのが、この一方通行、人間の一方通行のことね、まあ、高校時代に帰りたかったら帰りたくてもできない、もう一方通行で決まってるから前に進むしかないから、まあ時間を大切にというか有効に使おうべきですね、うん、でも先生忙しくされてますよね。楽しいです ね、はっきり言って教えること大好き。そういう意味では、うん、あの残り少ないことはないんだけど、うん、残りの人生というのは、うん、やっぱりこの年になったら、うん、限られた中ではやっぱり明確に今動いとかないといけないということ で、ね、で先生はあのクリスチャンですというふうに言われて、はい、だからあの神様に言われて耳に来られたらしいんで、ね、そういう意味では、ね、うん、あのやっぱりね、うん、あのいい神様だと思いますね、うん、私もそう思ってます。こういう方が耳に使わせていただけたということで、うん、あの本当ご近所さんなんで、うちの店にもね、ちょこちょこはもう散歩コースですから、うん、先生はこの松原通りをずっと、上がっていったところに山の上にねお住まいというふうに聞いてるんで、あんまりあの場所が特定されてもいけないけど、この町内会の住民なんで、うん、だいたいこの番組っていうのは本当この御殿町界隈の方に出ていただいて、うん、この、 あの御殿町の顔が見えるようにっていう、うん、あのことでやってるんですけど、本当に僕もまだ新見に来て、2年経たないんで、うん、あのこの間お店でお見かけしてから、あれあの外国から来た方がこの新見住んでらっしゃると思って聞いたらすぐ分かりました。あ、これは蓬莱ジェインさんでしょって言ってそれもいいことです。耳の一つもいいところですね。いや、あのスーパーマーケットかなんかに行くとね、買い物毎日するんでしょうけど、そのスーパーマーケットかなんかに行ってみんな笑顔で挨拶をしてくれて、それも田舎の様子です ね、うん、ね、あの疲れてる時、イライラしてる時はやっぱりあるでしょうね、うん、その日したかったことがうまくいかなかった、どうしてうまくに考え込む、下を向いていくと、ジェニーさんどういうねって笑顔で挨拶をしてくれる人はすごい力になりますね。いや、先生もいつも笑顔だし、いや、いつもではない、まだなんか挨拶したいんだと思います。生徒さんはすぐよ、いつもではないよ。でもあの新見市の方に聞いたら、あの先生以外にも12名行ってたかな、うん、結構あの外国から英語教えに、うん、今ね若い方もどんどん新見はすごいあの外国人が多いです ね、うん、ですね、あちらこちらから働いてる外国人もいますし、うん、英語関係なくの外国人たちもいますし、強制国にもあの台湾、カンボジア、留学生が ね、うん、あの韓国、今スイスランドから来てる人もいる、うん、スイスの人あちらこちらですよ。だからすごくそういう意味では、うん、あの案外な経験ができますね、うん、国際交流ができる場所ですから、うんうん、だからそういう方たちともうちょっといろいろコミュニケーションが、うん、あの町の人もね触れ合えるような場をやっぱりなんかもっともっと作って、うんうんでいけたらなと思うんですけど、うんうん、
でも時々ありますね、その国際イベント一緒に集まって料理を一緒にするとか。あ、そうですね、うん、市の方でいろいろされてますよね。そうそう、それいいチャンスですね、うんうん、どうですか坂本さん。へーというか、なんかとても勉強になりました。まあ、いろんなこう見方があると思うんですけど、うん、ずっと中にいたら見えないこととか、外から見て分かることと、うん、あと外を通してまた自分で見えてくるものとか、うん、そういうものがあるんだろうなと思って、今ちょっとお話を興味深く聞かせていますって。それね、先生もそれ30何年日本で住んでたら、いろいろ普通ね、外国から、うん、まあ、日本でも人でも外に行くとやっぱり文化の違いからいろいろ苦労する、うん、まあ、あのその先輩たちじゃないけど、いろいろいたと思うけど、最初に日本に来た時、ね、本当大変だったと。あのアメリカ人と相談して、先輩ね、長く日本に住んでる時、どうすればいいと、失礼なことをしたくないから、どうすればいいとわからないから、わからないときどうしたり、で2つのアドバイスをくれましたけれども、1つは周りの人と同じことをする、でもう1つは、まあどうしても知らなかったら、大体アメリカと反対のことをしたら合ってるからと。おそうですね、本当にそうですね。まあ面白いことですけれども、当然あの車を運転するのが反対側でしょ、で信号はアメリカが立って日本が横、ね、で男性女性、レディースファーストと男性ファースト、であのバレンタインデーだったらもう女性がもらうべき、もらうのが当たり前なのに、日本は女性があげる、もうショックでショックでしょうがなかったですよ、ね、特に結婚したばっかりの時はバレンタインデーは誰が誰よ、ね、だからもう本当に文化が違いますね。そうですね、あの僕も全然知らなかったんですけど、先週おひな祭りがあったでしょ、うん、でおひな様をうちのお店にも飾ってたんですけどね、うん、であの2人いるじゃないですか、うん、男女、うん、あのそれが右が男性か左が女性かで、これがね、わ、うん、からないんですよ、わからない、わからないっていうか、新見では右が男性で左が女性だったっけ、うんうん、向かって右が男性、左がお姫様なんですけど、うんうん、最近の東京で飾るのは逆なんですよ、うん、あそう、左が男性で右が女性、新見、うん、では逆なんですよ、うん、で日本の中でも違うわけです、違いますね、関東飾り、あの東京の飾り方、うん、でそれを調べました、うん、なぜか、うん、そうするともともと京都では、うん、あの天皇皇室の並びが新見と一緒なんですよ、右が男性、もともと古来日本は男が右で、うん、女性が左で座ってたらしいんですよね、うんうん、で新見のおひな様は古来通りに腰ゆかしく座ってらっしゃる、いわゆる正しい、うん、それが最近変わったというのがその明治以降、皇室が変わったんですよ、その並びが、イギリスを見習って、やっぱりこれから欧米に出ていって、うん、欧米の中でいろいろ付き合いしないといけないですよね、はいはい、その国王とか、うん、その時にイギリスは逆なんですよね、うん、左が男性右が、それで、皇室が座り方を変えたわけですよ、うん、天皇が、天皇皇后のご本人が、うん、お人形だけじゃなくてご本人、明治以降それに習っておひな様も変えたらしいです、というふうにインターネットで書いちゃって、さすが歴史がね、欧米の文化がやっぱり変えるんですあ、でもね、アメリカの文化も日本的になってきてるのが、まあ、食べ物ですけれども、その豆腐とか寿司とかちょっと工夫して、でもね、あの日本も日本的に工夫するね、入ってくる食べ物は、だからアメリカも日本の寿司を工夫してアメリカの口に合うようにしてますけれども、あのお互いですね、その文化の。でも今カリフォルニアロールが日本で売ってるから、そうそう、ね、美味しいものは美味しいだからね、そこの国ではな。まあ別にルーツがどうのこうのじゃなくても、しきたりなんかいうのも変わっていくもんなんだなと思って、うん、だからそれはあんまり気にしなくても、うん、まあただあの車が走るのが、ね、右左違うとダメですけど、うん、それははっきりしましょうね、はい、どちらが反対かなんか途中から多分変わっていくんですよ、うん、ね、それ
がやっぱりね、こういうふうに何十年もね、こちらに住んでいただいてる人からこういう話聞くと、なんかあんまり細かいことを気にしなくても、これから一緒に仲良く、そうしましょう。いいんだろうな、正解中、そうしましょう。はい、ありがとうございます。と言ってるうちにもうね、あっという間に6時半になりましたので、はい、今週はこの辺でお別れなんですが、ちょっと来週のお知らせがあります。来週、放送ですね、いつも6時からやってるんですが、6時半から7時にさせていただきます。先ほどちょっとお伝えしましたけど、来週は世間遺産をやるんですが、ちょっとゲストの方がですね、ちょっとお仕事が終わらないので、始まりをですね、ちょっとこちらのスタジオの方に着く時間が、ちょっと遅くなるというので、6時半からにさせていただきます。はい、それだけご了承ください。先生どうもありがとうございます。また遊びに来てください。はい、じゃあこの辺で失礼します。また来週お願いします。御殿町新見にはどこか懐かしい、ふるさとに帰ったようなぬくもりと時間が流れています。新名物醤油だれの和そばの焼きそば、お抹茶とぜんざいの茶寮御殿町新見。